コネは、エレベーターエスカレーター動く、歩道、自動ドアなどの製造販売及びメンテナンスサービスを行う、多国籍企業。フィンランドのエスポーに本部を置く。世界60カ国以上に拠点を持ち、ビルの建設業者や建築家、オーナーなどを対象に事業を展開している、ナスダックヘルシンキ上場企業。1908年に、 ヘルシンキで開業した機械修理店を1910年10月コネの名称で法人化したことがルーツとなる。当時フィンランドはロシア帝国の一部であったため第一次世界大戦時はロシア軍向けに砲弾を製造していたがフィンランド独立後の1918年に最初のエレベーターをヘルシンキ市内に納入した。設立当時のコネはゴッドファー。 ストレンベリーの子会社の地位にあったが、親会社が1924年に経営破綻を来たすと、実業家のハラルド、エルリンがコネを買い取った。以降は、ハラルドの子孫が経営を継ぎ、1990年代からはエルリン一族以外が最高経営責任者を務めるようになったものの、現在もエルリン一族が会長職及び株主の地位にある。 コネは1930年代にはフィンランド国内のエレベータ製造で支配的な地位を得たが国内市場の狭さで需要が限定されることから1933年にクレーンの製造に着手第二次世界大戦時は再び兵器の製造に従事したもののエレベータ及びクレーンの製造も並行して維持した戦争が終わるとソビエト連邦に対する賠償支払いの必要が 生じたことから、コネにより製造されたエレベーター、クレーン、電動ホイストがソ連に多数輸出されたが、戦後の復興過程で自動ドアの製造にも着手した。1968年にスウェーデンのアセアのエレベーター事業を買収したことで、国外に企業規模が拡大、さらに1974年にウェスティングハウスエレクトリックのヨーロッパ地域エレベーター事業を買収したことで、 コネはヨーロッパ地域のエレベータ製造の主要企業となり、1977年にエスカレータ製造を開始、1980年代にはパリのガルニエグやラデファンスなどにコネのエレベータが採用された。1990年代に入ると競争の激化から事業の選択と集中に着手、1994年にクレーン事業部門を売却し、 コネクレーンズとして分社するとともに、アメリカのエレベータ製造手の一つ、モンゴメリーエレベーターカンパニーを買収、同社の基盤からアジア市場進出への足がかりを得、続いて1996年にドイツの O&K ロルトレパンを買収し、エスカレータ事業を強化、同年には世界初の機械室なしエレベータを開発した。1998年に、 中国の今山市に新工場をオープンさせ、中国市場でのエレベーターエスカレータ採用が大きく拡大した。2002年にはフォークリフトなど200機器を製造するフィンランドのパルテックを買収し、コネカーゴテックを設立したが、2005年6月にカーゴテックとして分割した。2014年にサウジアラビアの超高層ビルであるジッタタワーのエレベータの入契約を締結。 2016年2月、IBM とエレベータエスカレータへの IoT 技術活用に関するパートナーシップ契約を締結。同年6月には、アメリカテキサス州に工場を呼び、研究開発センターを開設した。1998年、東芝エレベータと戦略的提携関係を締結したことから、東芝エレベーターは、コネの機械室なしエレベーターのライセンス生産を開始。 2000年には、都営地下鉄大江戸線環状部の駅におけるエレベータの一括納入を行った。また、2001年にはコネが、東芝エレベータの資本の2割を保有し、また東芝エレベータが、コネの株式の5%を保有する資本提携の関係となり、さらに、ダブルデッキエレベータの共同開発を行うなど、協力関係にある。2015年7月、 東芝グループの財務改善の必要から、東芝エレベータは保有していたコネの株式を売却したが、現在もコネはオランダ設立の持株会社を通じ、東芝エレベータの株式を保有している。ありがとうございます。